こんにちは、ちさきチャンネルのちさきでーす。なんか今日ほっぺ赤くない？今日はですね、毎月恒例、女の子の日の爆食動画です。でもさっき動画撮る前にラーメン食べたことだけは誰にも言わないでください。お願いします。はい、ということで早速いただきます。先にこのメロンパンアイスを冷凍庫に入れてくる。めっちゃ美味しそうじゃない？飲み物これね、インスタで見つけて気になってたの。あやたかの抹茶ラテ。ん？美味しい。分かってたことだけど美味しい。深みが違いますね。やっぱり一発目ジャンボフランクから失礼いたします。誰もが分かってたことだと思うけど美味しい。でも久々に食べたな。たまに食べたくなるんだよねこれ。お祭りの屋台の味がしますね。お祭り行きたいね、今年こそは。よく振ってからお飲みくださいって書いてた。ミスター実はちょっと薄いなって思ってたんですよ。実のことを言うと気を取り直して。ジャンボフランクとは合わないけど美味しい。次これ見て、とろりソースのキーマカレーってやつめっちゃ美味しそうじゃない？ハーレルヤハーレルヤ。もう美味しいじゃん。ハレルヤの味がしますね。でもちょっと辛い。でも全然食べれるぐらいの辛さ。やばい、下行ったかもしれない。やけどしたかも。この白い部分は白身なの。トロトロしてるんだけど。あ、モッツァレラチーズだ。通りでカレーとチーズなんて美味しくないわけなかろうもん。熱い。ほっぺ赤いよねやっぱ。ほてっちゃってほてっちゃって。ちょっとこれ一回置いといて。明太バターフランス挟みます。これ食べたことあるんですよ。美味しいんですよ。いただきます。しっかりバターが効いてる。しっかりね、しっかりの方ね。このファミマの明太バターフランスめちゃめちゃ美味しいからおすすめ。ローソンのも美味しい。明太子が濃くて、明太子には目がないもんでね。肌荒れしにくい体質だったんだけど、今回女の子の日が始まってからすごい肌荒れしちゃって、ここにもニキビできたし、ここにもできたし、最近生理の時とか寝不足だと肌荒れるんだよね。ツケが回ってきたのかも。めんどくさがりでさ、スキンケアとか全然しなかったから、男でもつける風呂上がりの化粧水もつけなかったからね。ちゃんと保湿しないと。ナン食べたくなってきた。ジュエルもナン好きだよね。2人でよく食べに行ってたんだけど、最近もうずっと行ってない。1年は持ったか分かんないけど、しばらく行ってないな。専門の時のお昼休み、週に1回は行きつけのナン屋さんに行ってた。ナン屋さん、カレー屋さんか。ちょっと辛いけどモッツァレラチーズがだいぶ緩和してくれてる。最後完食美味しかった。先にアイス食べようかな。これリニューアルしたのかな。うち前ファミマのメロンパンアイスよく食べてたんだけど、パッケージが変わってる。かわいい。いただきます。味はいつものメロンパンと同じ。これ中のアイスがさちょっとシャリシャリしてて美味しいのよね。皆さんセブンの冷凍のメロンパンはもう食べましたか？あれね、見つけてからすごい気になってるんだよね。はい、冷たい。知覚過敏。さあ3時のおやつの時間です。今回はポテリッチと食べっ子動物を買いました。いや、わかるよ。みんなが言いたいことは、ちーちゃんが堅揚げポテトじゃないでしょ。今日行ったコンビニ置いてなかったのよ。おいしい。まあバター醤油が美味しくないわけはないよね。何日か前にリスナーさんから DM で堅揚げポテトの黄金バター味が出るよっていうのを教えてもらったんだけど、3月30日からだった。まだやってなかった。黄金バターってそんなことして永遠ですかってぐらいに、美味しそう。で次、たべっ子動物チョコビスケット。普通のたべっ子動物とさ、あとたべっ子水族館あるじゃん。うちね、水族館の方が好きなんですよ。たべっ子水族館はたべっ子動物のチョコレートバージョンなんだけど、これチョコレートついてる。だいぶ肉厚ですね。厚焼き美味しそう。美味しい。なんかビスケットの部分が卵ボーロみたい。でも普通のたべっ子動物の味とは全く別物な気がする。普通のたべっ子動物の方が結構オイリーなビスケットじゃない？あっちはオイリー肌だけど、こっちは乾燥肌って感じ。最後の一口にします。いただきます。お菓子はね、どうせ夜中編集してたらまたお腹空くので、その時に食べます。ごちそうさまでした。はい、ということで毎月恒例爆食動画だったんですけども、この綾鷹カフェの抹茶ラテってやつね、めちゃめちゃ美味しかったのでおすすめです。飲んでみてください。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録と Instagram のフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。「大嫌い嫌いって言っても離れないで」「そんなこともわからないよならばやわないとらいらない」「10ペコでたら私にちょうだい」「最後の一口も食べたい」「眠くなるまで喜ばせても」